ミスターマヤミさん、おはようございます。日本では朝7時になりました。もうすぐしたらね、8月6日の朝8時15分、この広島も向かいます。やっぱりね、えーまあ、例の、まあ、原爆のそういうふうなあ、うん、歴史もありますので、しっかりとモニフに服したいと思います。えで、今回の YouTube のチャンネル登録者数の増やし方、とってもいいと思うんですよ。やっぱりね、あのチャンネル登録してくれないってただ言うんじゃなくて、 あなたのテーマがここにあるからっていうこととかねあなたがここに出るからとかあなたが関係してるからっていうことだとかなり関心を引いてやっていただけるんではないかなと思いますし特にねお客様からお願いされてそんなに無理なものじゃなかったら店員さんって喜んで応じてくれますよねでそことの関係も強くなるんでまたそこに行きたくなるじゃないですかすごくお互いにとっていいんではないかなと思いますしねうんだからあの YouTuber っていう立場をどん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 ミスター m m メさんはじめ皆さんね利用した方がいいと思います YouTuber っていう言葉がもう認識されたんだったらもう早くねあ私は YouTuber ですあい YouTuber って感じでね、えー、あなたの動画をここに撮りたいんでいいですかみたいなことでとってもこれ美味しかったんで紹介したいんだって私の友人とか日本からいっぱい来るんだよっていうふうな感じで、ねえー、言っていただくともうそうなると特にねあのマイアミだからできるってものでもなくてこの動画を見てるの全ての方にとってできるんじゃないかなと思うんですよね。 だから自分の素敵だと思ったもの綺麗だと思ったものを紹介するとか自分の楽しい友人を紹介するとかね何でもできると思うんですよ。それこそ自分で扱ってる会社の商品を YouTube に上げてとってもいい商品ですよって紹介してで営業先に行く時にこれ YouTube でも紹介されてるんですけどね いいう風な形でね、どんどんん広めいててくってこともでででききます。すいいろろね、展開できるとと思うんですよ。とにかく私たちは世界のどっかの誰かがこの商品を手に取ってくれないかなとか自分のことを気づいてくれないかなっていう風なそんなね妄想を抱くんではなくて目の前にいる人一人一人を大事にすることだと思うんですよ目の前にいる人との関係をまず大事にしてこの人に何か伝えれることはないかなとこの人から何か学べることはないかなと二人の信頼関係を強めるものはないかなってことを毎日毎日やっていけばいいと思うんですよそれこそですねコンビニに行って買い物する時に店員さ 自んと何かをするってこともいいですねまあ私はねコンビニの店員さんに告白したことまであるぐらいなんですよ女の子とかにねでまあ仲良くしたりとかできるわけですよそれほんとそうですよコンビニで働いてる人もやっぱりね仕事だけで終わりたくないわけですよ何かそこにドラマがあるかなってことを期待するわけなんですよスタッフさん同士の学びがあるかなとかもちろん出会いがないかなとか思うわけですよねで、えー、いつもこう紳士的に振る舞う男性からまあアプローチされたそれはね変な気持ちになる人もいますけどもそれはね <laughs> あの コンビニで告白されたから嫌な気持ちになるんじゃなくてそういう前提条件が整ってない人にされたら嫌なんですよ、うん、いつもねイライラしてとかなんかこうあちょっとタバコくれよみたいな感じでね、えー、言葉遣いは悪いとか 悪い印象を持ってる人にいきなりされても困りますけどもやっぱり普段からね誠実な人とかね優しい人じゃないかなとか興味持たれるような振る舞いしてればあやっぱり真剣に聞いてくれると思いますねまあちょっとね自分のことになってしまいました <laughs> 昔の話をしてしまいましたはい色々とお話し,しましたけども YouTube の攻略ってのはまずね小さいマーケットでナンバーワンになるってことだと思います小さいマーケットその小さいマーケットをどこに設定するかがすごく第一歩としては重要なんですよねだから多くの人がね気にも留めないようなものをやると それが自分だけのマーケットになるわけですよあのカップラーメンの蓋を集めてる人っているんですよねカップラーメンの蓋別にいらないでしょでもあのカップラーメンの蓋どうしてもこのカップラーメンの蓋が欲しいんで3万円で売ってくださいっていう人もいるんですよ変わってますよねそれコレクターなんですよねでその狭いマーケットにその人だけしかカップラーメンの蓋に興味がある人がいないかってそんなことなくって数百人だけかもしれないけどもそこではちっちゃなマーケットがあるんですよその中でカップラーメンの人に詳しい人ってのはナンバーワンなんですよね ちっちゃいマーケットでナンバーワンにななることなんですよちっちゃいマーケットってどのくらいちっちゃいかっていうと自分以外に一人しかいないマーケットでもいいんですよそこから始めればいいんですよでそういった形のもので YouTube っていうのを展開できるんで面白いかなと思います犬の散歩動画とかねある一つの車にこだわっていくとかあ他にもですね滝水が流れてる滝がありますよねそればっかりを見ていくとか近所の公園を徹底的にリサーチするとかねもう何でもいいんですよ何でもよくってそれが どういうものに人は興味を持っていただけるのかってことは未知数ですこれは分かりません私もねこうやった方がいいんじゃないかって言いますけどそれが全て当たるってことはないんですよその行動の中で何かが起きるんですよもしくは何かが起きないんですよその積み重ねであの自分のトレンドっていうのがね測れていけるんですよね、うん、私もね宇宙人のレポートする「八百合純七」っていう番組やってるんですけども同じチャンネルでこれも結構ね人気なんですよ 何が当たるか分かんないですよね。こんなのね、気持ち悪い動画でしかないと思うんですよ。適当なこと言ってて、な <laughs> りきっててね。うん。全面白いなと思います。はい。えー、それでいろいろ申し上げましたけども、小さなマーケットで一番になるための戦略を練っていく、タイトルを考えていく、それから再生リストっていうものを使ってみてください。YouTube の再生リスト、かなりこれが使えます。えー、再生リストご存知ですかね。もしちょっとね、再生リストっていう概念が分からなければ、今度、再生リストは何なのかっていう動画を 編集してお送りしますのでそちらの方もご覧ください。これはそっか熟熟生さんのみならず多くのこのね YouTube を見てる方に、えー、知っていただきたい機能でございます。はい。で、今回ね、マイアミさんにお尋ねしたいことがあります。ゴミの分別とかどうなってるんですかね多分リサイクル用品とリサイクルできないものと分けると思うんですけど、ぶっちゃけ一つの大きなゴミ箱にみんながボンボンボン入れてるって状況じゃないかなと思います。で、今回ゴミの分別に対して、ゴミの収集車ね、こういったものが どんな大きさなのかなとか何人ぐらいでやってるのかなとどんな色なのかなとそれは業者なのか行政なのかなとかねそんなことが分かればちょっと聞いてみたいなと思いますよね。でとかくね日本,日本人のマイアミに来る旅行者さん向けにフォーカスしてもしくはマイアミに興味がある人に対してお知らせしていくって形でえなんかいろんな動画があるといいんじゃないかなと思いますよね。 うん、で今回あの車のリースの仕組みっていうのもすごくねためになったっていうかああなるほどなと思いましたね、うん、やっぱりアメリカだなと思いましたねそれはね、あのー、高い車を所有するというよりもどっちかというとシェアしていくっていうのに近いんですかねで中古車を乗らないとかいうね故障が多いとかっていうのもやっぱりそうなんだなと思うところがありますまあ私としてはねトランザムアメリカのトランザムっていうね 車を37年後の中国で買った身ととてはとってもね怖いなと思いな思ますけどもあでもその修理もねなかなか楽しいんですけどもねプラモデル作ってみたいな感覚でだからその壊れたところをどう楽しめるかっていうことと単なる移動手段として実用性を追い,追い求めてるかによっても違うと思いますけども結構アメ車ってね絞れに関してもそうですけども毎日手入,れ手入れをしてるとかね毎日メンテナンスしてるとか修理をしてるって構造自体が楽しかったりするんですよね。<laughs> まあそんなねことは日本車ってのはもうボンネット開けたこともないまんま10年走るみたいなね。<laughs> ほな車が壊れないからメンテナンスしたことがないとかね。 タイヤも変えたことがないみたいな感じで10年走っちゃうみたいなのがね、日本車なのかなと思うんですけども、やっぱりアメリカのね、えー、アメリカのこの車の意識っていうのは、自分で直すみたいなところが基本になってると思いますので、それはね、修理が少ない方がいいですよね。はい。で、今回ね、お尋ねしたいことなんですけども、ちょっと災害対策ですよね。まあ、ハリケーンとかウィリーウィリーとかサイクロンとかいろいろとね、呼び方があるんですけども、マイアミにもね、なんかハリケーンみたいなのが来ると思うんですよ。うんで それに対して対策をどういうふうにしてるのかなっていうことをなんかねあれば教えていただきたいなと思いますちなみに私は、えー、ペットボトルの水を200ケースとか備蓄していたりとかねうんそれからあの保存食ですね5年間持つ保存食が出てるんですけどもこれが4人で2ヶ月分でおやつ付き3食とおやつ付きで、えー、まあそういうのを売ってるんでそれをね保管してるんですよでたまにこれ食べますね5年間大丈夫なんですけども4年目くらいに食べて え味に慣れていくとか調理方法に慣れてていいくってみたいな感じですまあ、本当に最近のは美味しいですね美味しいしカロリーもちゃんと書いてあったりとか栄養素が書いてあったりとかして普通の食事と変わんないですよ値段も同じようなもんですしねうんそれからねあの調理なんですけども水さえあれば何でもできるんですよね最近はねお湯がいらないんですよすごいなと思いますよねはいこんな感じでね災害対策は何をしてるのかなってことがあれば教えていただきたいかなと思います多分マイアミっていうのは日本以上に え災害にね見回れるところなんではないかなと思いますね赤道直下からカリブ海から吹いてくる風っていうのは結構強いんじゃないかなとか大雨もね雨もこの前動画見ましたけどやっぱりスコールみたいですねスコールなんですかねやっぱりね、うん、すごいなと思いますはい次回の動画も楽しみにしておりますよろしくお願いします